はい、次はね、じゅんの学校の仲間、江口くんの家、畳屋さんだったんですけど、そちらに今行ってみます。旧友たちのこうたまり場になってましたよね。で、じゅんが真っ赤に染めた髪をね披露するっていう、その家にちょっと行ってみます。で、建物はねもう変わっちゃってます。変わっちゃってるんですけど、まだね畳屋さんとしてね営業されてるらしいんですよね。 Google マップで見た時はこの左側だった気がするんだよな、多分。あ、正解、こちらの畳屋さんですね。よし、はい、今こちらですね、ジュンと赤マン、仲間たちがですね、みんな集まった江口くんというね、お友達がいましたけど、彼の家だったのがここです。畳屋さんだったんですけどね、実はここですね、まだ、畳屋さんとして営業されてます。高橋畳店というね畳屋さんなんですけれども、今ねご主人様が、お店の中にいらっしゃったんでね、お話しさせてもらいました。実際ドラマに出ていたね、畳を縫っていた男性がいたんですけれども、その方は今こちらのご主人さんのお父さんだそうです。はい、ドラマで使われたね家は築120年の家だったらしいですよ。で、現在はねこういう立派な、とても立派なマンションに建て替わってますが、この1階でまだお店をね継いで営業されているということです。純がね髪を真っ赤に染めて、高校デビューは遅すぎんじゃないのってなじられてましたけどね。はい、その畳屋さんがこちらです。はい、江口畳店こと、高橋畳店さん行ってまいりました。店主さんとお話しできたの本当に良かった。すごい気さくにお話ししていただいてね、こんな変なことやっとやるやつにね仕事の手を止めさせてしまってね、本当すいませんでした。はい、店主のね高橋さん本当にありがとうございました。次行ってるところはね、ここも私がねぜひ撮っときたかったと思う場所です。ジュンが GPZ400F これを最初に見たところ、はい、ここもね喫茶店だったんですけど、もう喫茶店はなくなってます。その跡地にはねマンションが建ってるんですけど、そこにねちょっと行ってみようと思いますよ。はい、もうちょっとですね、この辺だね、ほんと迷路みたい。東京のねこういうとこはねダンジョンですよ。北の国から RPG だね。あ、これだ。ん、ちょっと違うぞ、こっちだね。この成功部品工業さんが映ってました。はい、ここのマンションですね。ここが、喫茶店だったんですよね。で、隣にね、うなさくっていうね、うなぎ屋さんがあったんですけど、それもね、移転してます。ここからね、ジュンとヨッペは出てきます。エリちゃんと田沢がその辺に立ってて、で、ここに GPZ があったんですね。これは私のバイクですけど。それで、こんな感じでね、すっげえじゃん、いいじゃんってやってたのが、ここですね。こんな感じ。はい。何をやってんでしょうね、私ね。ここで純は田沢から鍵をね、ポイッと投げたのを受け取ってね。で、400を試すわけです。さあ、日が暮れる。あとちょっと行っちゃおう。純のね、歴代彼女、
というかね、まあ、関係のあった女性たちなんですけど、誰が一番こう理想かみたいなね、うん、そんな話をたまに話題になったりしませんか？しないのかな？まあよくね、一般的にはやっぱりレイちゃんかシュウかみたいな話題になると思うんですけど、まあ私ね、いろいろ深く考えていくとね、僕ね、エリちゃんいいんじゃないかなと思うんですよね。なんでね、エリちゃんがいいかっていうとね、エリちゃんだけがね、唯一ジュンがこう惚れてないんですよね。まあ、もちろんね、レイちゃんもシュウちゃんも、ユイちゃんもね、ジュンは惚れるんですけど、タマコに関してはね、まあ一応やっぱり好意は持ってるでしょ。唯一エリちゃんだけはね、ジュンはね、好意を示してないんですよね、うん、好きだっていう表現がねないんですよ。だからこそいいんじゃないかな、ジュン君には。エリちゃんみたい子はね、こう一途になったらね、絶対浮気とかしなそうだしね。でジュンが変なことしようとしたらね、多分エリちゃんのことね追っかなくてね、ジュン君悪いことできないでしょうしね。エリちゃんがね本命だったらね、いい奥さんになってたんじゃないかな。もしジュンがね、どっかでこう富良野に戻って農家やるとしてもね、エリちゃんだったらね馬力ありそうだもんね。うん、農家の嫁にはいいんじゃないかい。はい、それでは地図で私が今向かっている場所を説明しておきます。まずこちら東京ドームですね。ちょうどこの交差点にはですね、文京区民センターがありますね。ここを私がこれから左折をします。で、なぜかというと、順がですね、西から東にこの道路を走ってきて、この交差点を左に曲がって北上していきます。このシーンがね、ドラマで撮影されておりました。ここの再現をね、これからやってみます。で、地図を少しね、広げていくと、ちょうどここに高橋畳店さんありますね。はい。で、さらに地図をぐぐぐぐぐーっと広げていって、西日暮里の駅も越えて、もうちょっと来た。はい、ここですね。ここが、先ほど出てきました GPZ400F を受け取ったコーヒーの店、あかねですね。はい、それではバイクの車載動画再現してみますよ。うまくいくでしょうか。はい、早速行ってみますよ。でもね、これ前にねバスがいるんですよ。はいはい、止まっちゃった。残念。やり直し。気を取り直して再挑戦なんですけど、やっぱりね、交差点引っかかっちゃうんだよね。歩行者がいるとね、なかなかうまくいきません。これね、動画ではカットしてんだけど、もうこれね、5回ぐらいやってんだよ、同じこと。はい、うまくいきそうです。はい、やっとね、ここうまく取れました。思わずね、ヘルメットの中でね、よっしゃーって私ね、声出しちゃいましたけどね、この時。はい、やっと取れました。何回も失敗したんだけど、GPZ400F、純のバイクがね、交差点をね、曲がるっていうね、それをね、どうしても取りたくてやってたんですけど、信号に引っかかったりね、歩行者が切れなかったりしてね、止まっちゃったりして、何度も失敗して、今ね5回目ぐらいにやっと成功しました。はい、アホですね。